こんにちは、コミーです。今日はこちら、ツイードクラシックで編むマフラーというか、マフラーにするのかスヌードにするのか、まだ決めてないですけど、まあ、とりあえず編もうみたいな、そんなやつなんですけど、できれば長めに頑張って編みたいなというふうには思ってるんですが、ね、どこまで我慢できるかみたいなところがちょっとありまして、でこれこの間ライブ配信で編んだやつなんですけど、この間のライブ配信は、やむなく限定配信っていう感じになったという、限定公開かっていうライブ配信だったんですよ、まあちょっとこの動画が公開になるときどうなってるのかわかんないんですけど、まあその辺の話はライブでご説明しているかなと思ったりします。ツイードクラシックがね、どの色も可愛いんですよ。で、まあだから何を編んでも可愛いということなんだけど、これマフラーをどれくらいの長さ編むのかによっても、残りがね、残りの糸がどれぐらいになるのかがわからないから、なんともなんだけど、でも残った分量で靴下にすることはできるなぁと思っていて、で、他の色を混ぜないとダメなのか、これだけで靴下編めるぐらい残るのかっていうのがちょっとわかんないんだけど、この赤がやっぱ可愛いんですよね。だからこれ編み終えておかないと、他のを編むって言ってもね、塞がってると使えないから、あ、これも早く編まなきゃいけないんじゃんって思ったりして、でちょっとこの細めで作っているんですよね、今回の。だからできれば長さを出しておきたいっていうのが、まあ理想系です。でそこで私が我慢できるかっていう感じなんですよね。だからちょっとずつでも編み進めておきたいというところでこれにしているんですけど、今ね、本当は靴下を編もうと思ったんですよ、今日。で、今ちょっと出だしを取ってたんです。ほんとスタートのところ。そんで、あれです。模様編みの。ノートにね、どういう風に編んだかとか、もうもうすぐ終わる、片足もすでに編んであるやつだから、片足をどういう風に編んだかっていうのが書いてあって、で、違うページを見てたっていう、もう本当に何やってんのっていう。だから何段とかも、他の靴下の段数を見て、あ、もう終わりだ、つま先だってなってたのに、気がつかないでつま先をもう編んでて、で、ふと気がついた。で、撮影始めて、あれってなって、みたいな。だからもうこれからほどくんですけど、それ。だから、急遽変えました。でもこれももちろん、ちょっと編み進めていきたいから、まあこれでもいいんですけど、靴下ももうすぐ終わると思って、そう、それで一足仕上げちゃったらいいのにと思って、やったんだけど全然ダメだった。もうほどいてまたやり直さなきゃいけないから、またちょっとめんどくさくなっちゃうから、これすぐやらないと多分ね
しばらく放置になっちゃうから、終わったらすぐほどきたいと思います。そんなこともありますよね。あります。今日暑いから超いいわけ。この赤、いろんな赤がねあると思うんですけど、購入したツイードの赤はもうちょっと明るい赤なんですけど、これはこれでちょっと渋めな感じで、身につけるのにはすごく使いやすい色だなと思うんですよ。私赤の差し色結構好きで、だからこれを編み物はもう本当時間がないと編み進まないから、ちょこちょこ編むしかないですよね。すごい汗がじわーって出てくる。アムレット的ですよね、この暑い中っていうこちらエアコンついてますけど、ちょっと飲み物に行きます。今日の蓋付きマグカップ、はい、レモン水です。今ね、靴下のその間違いを今発覚したところなんですよね。その靴下の動画を撮るつもりで編んでて、今見つけたからもう本当に今なんですよ、今ちょっと動揺を隠せない感じ、変な汗が出てる。なんかね、おかしいなーって、あの片方もうすでに編んであって、で柄合わせしたわけじゃないんだけど、なんとなくあれそれっぽくなってんのかしらっていう感じだったんですけど、つま先に入るところの色が、あ、かなりずれてんなって思って、で右と左のその手のきつさが違っちゃったのかなとか思ったりしたんだけど、でもな、ノートにこうやって書いてあるしなって思って、でノートを信用したんですけどね違うページっていう、本当痛恨のミスですよね。そういうとこがあるんですよ、そういうとこが。まあね、編み直せばいいだけなんだけど、だけなんだけども、間違っちゃったことが、もちろんほどくのはめんどくさいなっていうのは思うけど、それよりもそのノートのページ間違えてみてたっていうところがちょっとなーっていうまあそれも、そういうミス私しないはずなのにとかじゃないですよ、全然あるんですよ、ある、分かってるんだけど、どうしていつもやっちゃうのかなっていうどっちかっていうとそういう感じですね。まあしょうがないね、しょうがない。あのね、この夏、今までの夏よりちょっと元気だなと思ってます。バリバリ元気なわけじゃないけど、いろいろやってますね、毎年いろいろ何かするから、年やってるのは、マグネシウム、まず。これはね、まあ、いろんな意味合いはあるんだが、なんかで見た、その、頭痛、偏頭痛かな、の人で、マグネシウムをこう十分に取った場合、3割の人って書いてあったような気がするんだけどな、
くらいの人が改善するみたいな記事とか見たりしました。で、それが効いてるのかどうなのかはね、わからないけれども、なんか頭痛の回数は減ってるよなっていう感じがしているんですよ。で、マグネシウムは、サプリも取ってます。まあ、サプリが中心ではあるが、塩を最初ヌチマースっていう沖縄のねにしてて、それが終わった後雪、名前忘れちゃった、雪塩だっけな、青いパッケージ、白いパッケージに青くなんか塗ってあるみたいな、まあ、どちらもスーパーで売っている感じのものですけど、ちょいとお高めって感じがあるんですけど、そのパウダー状の塩で、で、まあ、マグネシウム量が多いというふうに言われているものなんですね。で、まあ、その塩を使うということと、あとお風呂に時々出ている、あ、これまた名前忘れちゃった本当に今動揺しまくってるから、エプソムソルト、っていうのを時々入れているっていうのは、肌からマグネシウムを取るという、はい、そういったものになります。そういったことを、まあ、しています。マグネシウムに関してね、あとビタミン D はそうね、夏前ぐらいに飲み始めた感じがしますね。ビタミン D、あとビタミン C もだな、前に飲んでたんだけどちょっと間が空いていて、で、そう、ビタミン C も飲み始めた、あの夏前にちょっと新たに始めたこととしてね、で、重曹とクエン酸の炭酸みたいなのも少し飲んでた時期あるんだけど、それはね、今はもうやめてる。別に何かあったわけじゃないんだけど、でもそれやめても変わってないってことはそれ関係なかったのかもしれないな。で、ザクロスとかブルーベリースとか、今みたいに、レモン水だとか、そんな感じでちょっと酸っぱい系のものは取っていたりします。そんなことぐらいかな、つくのは。だからね、こうやって毎年何かしらやってるけど、効いたとか効かないとかは、どれが効いたとかどれが効かないとか分かってないんですよね。で、なんかね、ちょっとここ数日暑いなって気はするんだけど、なんか、あ、これ逆に編んでる。なんか北海道がすごい暑いんですよね、今年。で、こちら、関東はそんなに暑くないんじゃないかって思っているんですよ。いや、ここ数日はちょっと暑いけど、だからそれもあんのかなーとか、思ったりはします。ちょっとダメだ、これ今。動画やりながらじゃ、何してんのっていう動画になっちゃう。ちょっとこれ間違えてしまいました。メディアスのところを反対にしちゃった。まあ、ちょっと今日動揺だな、とにかく。とにかく動揺してる。靴下間違えてたから。まあそんな風にして、夏。まあまだね、ここからの残暑っていうのが関係ありますよね、とっても。9月だからってもうね、夏が終わるわけじゃないし、逆にこの残暑の方が厳しいということもあるから、こっからという気もしているけれど、という感じです、私としては。無理せずということが一番だとは思いますけど、その体質とか
ね、いろんな状況で夏がどう弱いのかっていうのが違ってくるからね、何をしたら過ごしやすくなるのかっていうのもね、人それぞれ違うから、自分の体をよく観察してっていうことになるから、なんともなんだけど、でも自分の体やっぱ自分が一番よくわかってるっていうか、どうすると自分が楽なのかっていうのをちょっと考えていけるといいのかもしれませんね。その病院に行くほどじゃないんだけど、なんかね、なんかいまいちなんだよなみたいな時っていうのは、きっと自分がどうするとこう調子良かったり、もちろん自分でわからない調子の悪さとかもあるし、なんで今日調子が良くなってるのかもわかんないっていうのはもちろんあるんだけど、まあ調子が良くなければ休むとか、そういうことっていうのは自分にしかわからないから、そういうその力の出し具合みたいなのっていうのは自分でね、うまく調節してあげるといいのかなとは思いますが、はい、そんなことでまだまだ暑さは続くと思いますので、皆さんもどうぞお気をつけてお過ごしくださいということで、今日はこちらを編みました。本日の手芸は19時45分から動画を公開しています。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。インスタグラム、ツイッター、ラジオトークなどもやっています。そちらのフォローもお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。